お疲れちゃんです。ラットです。そして、手上げでーす。お願いします。お願いします。もう何て言ったか分かんなかったですけどね。本当に。キヨキヨさんです。ああ、キヨキヨです。ごめんなさい、すみません、はい。お願いします、お願いします。お願いします。お願いします。なんかね、怪しげなんですよ。いや、全然。企画教えてくれないですか。いや、全然です、全然です。はい、まあ、2019年もうすぐ終わりますよねっていう。はい、終わりますね。はい、まあ、2週間ぐらいですかね。うんうんうん、というわけで、まあね、こう1年振り返ってみて、はい、こう2019年どうでした。なに怖い、なに。いやいや。全然ああ、ほんとですか、うん、2019年は試行錯誤の年でしたね、僕は。っていう真面目な話でいいですか。いやいや、全然そんなんじゃないですけど、まあ、2019年、はい、いろんなね、こう、カードが出たと思うんですよ。ほら、僕の話も関係ないじゃないですか。試行錯誤とか言った僕、ダサいじゃないですか。いや、全然でも素晴らしいです、ね。ありがとうございます。ですけど、いろんなカードが生まれましたし、こう、はい、ぶっ壊れって呼ばれるね、カードがあったと思うんですけど、はい、まあ、そのね、2019年カードで、ね、今日僕はね、キヨキヨさん対決したいなと思います。なるほど、話題になったカードってことですね。そうですね。なんで、あります？なんか、まあ新カードトリトンとか。あー、トリトンエリゴレとかは、エリゴレ、使いたいなと思います。まあ、あとヒーラーとかも強いですよね。そうですね、ヒーラー、ウォールブレイカー、まあ、ウォールブレイカー、そっか。クエイク、クエイクも多分出ましたよね。あ、クエイク、クエイク、え、クエイク今年ですか。じゃないですかね、はい、多分そう、そう。ええ、わかんない、全然違うかも。え、かもしんない。え、そう考えるとちょっと嫌だなだと思うんですね。なんで、まあ、あと他なんかありますか。あ、まあ、ネクロとか強かったっすよね、やっぱり。じゃあネクロ強い。あと、ゴブオリじゃないですか、やっぱり。あ、ゴブオリ入りましたね。ゴブオリがやっぱ強かった。これも今年ですか。今年だった気します。え、これ今年じゃなかったら僕嫌っすな。ちょっと年取るの早い。はい、ラスト1枚、ラスト1枚なんか。ラスト1枚、ちょ、話題になったカードっすよね。はい、2019年といえば、まあ、矢の雨じゃないですか。あら、今までずっとね、調子悪かった人がいきなりこう大成功したみたいな感じなんで。そうなんですよ。まあ、ほんとそんな感じですね。そんな感じ。はい、じゃあこちらのデッキでね。え、まずちょっと、まあでもデッキある程度頭にはありますけど、なんか結構強そうじゃないですか。意外とバランス取れてますね。なんかエリゴレネクロとか嫌だなっていう感じがしますけどね。はい、はい、というわけで、はい、やっちゃうよ、やっちゃうよ、よいしょ。いや、じゃあ、まあ、ゲームさんはね、ドン、まあ、何でもいいですよね。本気でいきますよ。はい、え、ちょ、ガチで本気でいいですか。あら、もう無言で、無言誕生ですか。でもやっぱエンターテインメントがね、ちょっとなくなっちゃうの嫌なんですけど、はい、もう本気でいきます。あ、まあまあまあ、キオスパですね。まあそういうことになります、ね。いや、これ勝ちたいっすね。でも、いや、これやりすぎだな。これラッドさんにスパーキーよろしくはダメなんですよ。知ってんすよ、僕。あれ、今よろしくしました。あれ、あれ、わかんないっす。あれわかんないっす、僕。あれ、僕、あれなんですよ。よろしく無意識で打ってるんですよね、なんか。そう、よろしく無意識で打ってるんですよね、なんか。すごい、それもすごいですけどね、ほんとに。無意識で普通打てないっすもん。確かに。変態ですよ。いやー、これはね、いい防衛ではないでしょうか。いや、でもね、ちょっと辛いんですよね、スパーキーが。ネクロか。いやー、それまずいな。ネクロちゃんきつ。あー、これダメだ。井の中の蛙と大会の柱は全然意味違う。これグッドゲームじゃないですか、先輩。これエリゴレちゃんですか。いやー、来ちゃいますね。いやー、スパーキーちゃん強いですよ。いや、スパーキーちょっとずるいっすね。それで言うとスパーキーちゃんこれ全部持っていくじゃないですか。あー、でも、いや、でもネクロなんか火力落ちたんでちょっとあれっすね。そうですね、そうですね。あ、OK、ここでギリ耐える。いや、ね、落として。まあまあまあ、これ、はいはいはい。この、あーんがね。って感じですね。いや、でもこれ、だって全盛期のウォールブレイカーだと、はい。これが入りますからね、一発。入ってましたっけ。え、入ってた気がします、確か。タップ。ほんとっすか。はい、嘘でしたっけ。え、全然覚えてないですよね、マジ。ちょっと待って。これ、スケルトンに行くよね。よいしょ。あ、ちょっと。あー、いや。入る？あー、入ってない。入ってない。打って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 。よし。いや、これね。ああ、まあまあ。いや、まあ、これは、でも、400削ってますからね、僕。いや、そうなんですよね。なんでって。なんでって感じなんですよね。なんで感じ選手権。いや、これでも、僕、この残り429耐えますからね。いやー、さすがにっすよ。さすがにスタンっす。さすがにスタン。わかんないっす。アフガニスタンっす。雑すぎません。これ、こういうことじゃないですか、もう。え、せこくないですか。
いやいや、すごくないですよ。いやでもこれはね、うまい、僕が。おっと、よいしょ。いやこれは、いやで、これエリゴレ来るんですよ、エリゴレが。あ、素晴らしい、ありがとうございます。あー、でもこれ、これ結構まずいな。もう絶望的な状況じゃないですか、先輩。いや、って思うんですよ、普段ね、うん、普段こうやって、よし、いや、いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ。あ、でも、あ、いや、落とせ、落としきれないから。いやー、きっつい。いや、これ、あれ、うわー、キツインゴ TV、 キツインゴ TV ですね。キツインゴ TV 大賞でしょ。ちょっと、あ、でもこれ、あれっすよ、忘れてたトリトンが。トリトンが、活躍した。なるほど、わかりました。傾向対策見ました。傾向対策見ました。はい、もうこれでいいかな。もう2019年で一気、さては強い、だから強いカードいっぱい生まれましたね、マジで。確かに、確かにそうですね。まあ、あとまあネクロとかに関してはちょっとバランス調整みたいなところありますけど、はい、まあね、そうなんですよね。どうしよっかな、どうしよっかな、何でも、何でも、何でも、あ、もう勝ちに来てください。勝ちに行きますよ。結構ですね、もう本気でいきますよ。ポン、相手の、相手の予想させないでいきますよ。よろしく。でも清川さん、そういう時って、はい、大体キョスパなんですよね。いや違う違う、本当に違う、本当に違うです。だからエリゴレスよね、エリゴレス。はい、エリゴレス、ね、いやこれあれです、ゴブジャイスパスね。いや違う。甘えちゃってますよ。はいはいはい、キヨキヨ選手が交わっちゃってこう、あんま珍しくないですか。え、珍しい、珍しいの極み音です。交わっちゃこれはダメって動画は見ましたけど。え、あ、エリコレ、入っちゃ入っちゃ入っちゃ、エリコレじゃないですか。入っちゃ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 、どんどん入っちゃ、どんどん入って、マジアチャス、エリコレっすよね、多分。なことないっす。ああ、出ましたね。僕がそんな安直に見えますか。見えます。すごい安直っす、ね、すごい安直、はい、すごい言うじゃないですか。いやちょっと安っすね。俺なんか普通に負けそうなんすけど、これ本当っすか。いや、これで痛え、気合でここ早く溶かしたいっすね、僕の人は。もういけるんちゃいますのっていう。いや、それはね、甘えです。甘えちゃんですか。甘えちゃんです。いや、いいっすよ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 。え、もうおかしいっすよ、あれ。いいっすよ、いいっすよ、攻撃ネクロしてないよ、のもんじゃ。おかしいっすよ、マジで。ネクロ本当に。え、ちょっと待って、よし、いいぞ、なんかいい調子だ。え、ちょっとやばいですけど。ネクロが、ネクロじゃねえよ。あ、メリゴレやっぱ結構ありますね。メリゴレ結構ありますね。これやばいっすね。これはね、本当に強すぎ、強すぎゾーンいますね、まだ。いや、しかしやっぱ4ワードっていうのは強いですよね。これ、リリース、ん？弱体してからこれですもんね。そうっすね、弱体してこれですね。いやー、キツー、キツー侍じゃないですか。キツキツ侍と見せかけてなんじゃないですか。いやいやいや、全然全然。だからネクロの攻撃あれっすもん、無駄っすもん。確かにネクロ攻撃してない。 え、ちょっと待ってください。これマジでこのデッキチンパンなんですよ。ちょっと待って、鬼のチンパン。え、こんなボコられます僕。いや、これ鬼のチンパンデッキなんですよ、これ。ちょっと待ってくださいよ、悔しいんですけど。でも僕、はい、まあ、なんていうんですか、知り合いとかと、おお、マジか、そうなんの。あのね、やっててマジかってなんだ。え、勝ったのみたいな。ネクロが仕事してない。あ、ネクロ確かに、じゃあもう弱いんですわ。じゃあそうなんですね、ちょっとチェンジしよう。チェンジしよう、チェンジしよう。ネクロ以外でなんかないですか、2019年。え、それで言うとダクネはやっぱ、あー、はい、やっぱ強いっすよ。ダクネ、まあファルチェとかその辺強いっすね。あ、ファルチェ強い。まあファルチェはまあまたなんか変わってあれですけど、まあダクネじゃないですか、はい、まあ、またダクネか。ダクネ、じゃあ強化しちゃいますね。ネクロから、ネクロからダクネ。ダクネだって弱体されましたっけ。されてないです、されてないですよね。強化されてダクネのメタカードが加工されてダクネだけ生きてるんです。そうそうそう、ダクネマジで使い得なんですよ。なんか今そうなんですよね、お買い得ならぬ、うん、使い得、本当に使っとくだけでちょっとね、なんかちょっとこう勝てるみたいな。え、ずるいんですね。使っちゃいます。ラットさんのデッキでも結構、結構完成されてるやつだね。クエイクがちょっと、クエイクヤノアメがなんか苦しそうではありますけどね。じゃあ、よろしくザウルス。寄せ集めでここまで完成されるっていうのもやばいですよね。確かに、確かに。一体一体のカードパワーが。よろしく。
いやーこれこれずるいっすよね。これね、2コス絶対裂いちゃいますから、うん、入っちゃうんすよね。そうなんですよね。マジか、マジか、大丈夫か。さあ久しぶりに撮れた。撮れたもう全く見ないっすね。見ないっすね。見たことないっすね、本当に。やばい、なんか似てる、デッキがもう似てるめっちゃ似てる、あ、やべ。いや、これちょっと、これだってもうほぼこれがもうやばいんすよ。いや、これ同じことしてる。これ同じ、そう、同じゲームやって、なんかちょっと待って待って待って、すごいすごい、何が起こってんだこれは。これちょっと頑張ってほしい、俺の方、ユニットに。あー、え、なんでその球技さんのユニットそんな残るんすか。いや、わからんわからん、わからんわからんええ、こんな残る。いや、僕このデッキあんま、なんていうんすか、あんま手出したくない。まあ動画にはしたんですけど、はい、なんかこう喋ってて友人と、はい、このデッキエリゴレヒーラーは使いたくないよねみたいな話そう、強すぎてですか。強すぎてフレバトとかでちょっと手出したくないっていうランキングナンバーワンのデッキなんですよ。これ出すだけですもん。いや、これちょっとずるいっすよね、うん、これはね、マジこれは知ってます、これは。あれこれは、いやだからちょっと待ってください。世界一のでもチンパンキヨキヨが使ってどうなるのかって問題ですよ。いや、ちょっと待ってください。いや、これね、どうにか止めたいんですけど、これやばいな、マジで。そうなんですよね。いや、しかもこれこれマジオチャが何が強いんですか、これは。え、これヒーラーやん。やばいやばいやばい。そうです、ヒーラー。ちょっと待ってください、ワンチャンやばいですか。ちょっと待ってくださいちょっと待ってください OP すぎる、このデッキ。ちょっと待ってくださいよ、マジで。エリゴレダクでヒーラーの組み合わせが強いんですよね、これ。やばい、だってこれでまたこれですよ。え、これ地獄じゃないですか。地獄っすよ、マジで。あ、でも僕はい、あれっすわ、こうラットさんに、はい、ラットさんでこんな差つくんだったらこれやばいっすよ、だって。いや、もう友達とやってて、はい、なんか例えばじゃあちょっとエリゴレヒーラーありでみたいな、こうヒーラーバンとかでも喋っちゃってますもん、僕。やだやだ、ボコボコにされてるんですよ、これ。これいや、デッキバーこれやば。これは僕、これ取るわけではだからあんま使ってないんですよ。はい、今もうキオスパで行きたいなって思ってるんで、こうバレルキオスパでやってるんですけど、これなしですもん、キヨキヨルールではキヨキヨハウスルールではこのデッキなしなの。これやばいっすね、これ止まんないんすけど。止まんない。てかライドラが強い、ライドラも強い。これは、でもこれドズルさんだから、あれトリトンが弱いんじゃないですか。トリトン嫌なのね。まあ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 、そうですね、そこはね、はい、だポイズンが今めっちゃ入ってるっすよね。あ、ポイズン、はい。まあこれファイボンの悪魔いますね、これ。あ、そうなんですか。どっち強いんですか。僕ポイズンの方がなんか好きなんですよね。僕もでもポイズンハウスなんか溜まったのをハイオツみたいな、はい、ハイオツみたいな感じするんですはい、なんかエリゴレで溜まったのをこうね。あ、でも結構好みですね。好み、はい。というわけでちょっとね、キヨキヨさんにこうここまでやられつらいっすね、僕は。いや、これは OP なんですから。これはちょっとね、だから僕はこれを練習しても意味ないなと思ってるんですよ、はい。これ練習しちゃうと、はい、で次のロングシーズンとかで本気でいけなくなる。加工されちゃった時にもう GG ですから、はい、そうやったら一つのデッキの方がいいなって思いましたね。まあ、それは素晴らしいですね、はい。というわけでなんかちょっと火傷してるじゃないですか結構ダメージ受けましたね、マジで。まあでも言うてね、このデッキも、はい、集めただけなんですけどね。まあ強いやつ多いなっていう。いや、まあ確かにね、ゴブ折りとか強かったですもんね、はい、昔でも。今はちょっとあれですけど、はい。なんでこの辺がね、またちょっといろいろ加工されるのをね、ちょっと待ってください確かに加工待ちということでね、はい、あ、セスさん見てますか、はい、ハローセス。めっちゃ仲良くなってましたもんねそうそうそう、言っといてください、言ってください。権力ないですよ、僕にはね。はい、ありがとうございました。はい、本日、コラボさせていただきましたキヨキヨさんのね、チャンネルリンク概要欄貼っておきますので、ぜひね、めっちゃコラボ動画撮りました。今日めっちゃ撮りました。はい、そっちでも上がると思いますので、ぜひね、チャンネル登録と一緒にね、ぜひ動画も見てみてください。お願いします、ぜひお願いします、はい。というわけで終わりにしたいと思います。バイバイ。